ベンチプレッサーですとかパワーリフターとかベンチプレスの記録を伸ばしたい人には一つの方法でもあるんですけれども、大胸筋を特に鍛えたい初心者の方の場合は、はい、皆さんこんにちは、山本由伸です。本日も竹下隆平さんにお越しいただいて、お越しいただいてと言いますか、本日はですね、私の方がこちらバルクスジム溝の口店、こちらの方に私がお邪魔してですね、こちら竹下隆平さんのホームであるんですけれども、はいはい、お邪魔しまして、いろいろとお話を伺いたいと思うんですが、まず今回はベンチプレス、ベンチプレス伸ばしたい方とても多いと思うんですけれども、なかなか伸びない、なかなかベンチプレスが伸びない方がやってしまいがちな NG 行為、それについて紹介するとともに、その NG をどうしたらベンチプレスを伸ばす方向に変えられていけるのか、ということについて解説したいと思います。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まずベンチプレスやるときなんですけれども、まずバーに寝るわけですが、そのバーに寝るときの位置、それが結構ポイントになります。寝る位置が上すぎたり下すぎたりするとうまくいきません。まず実際にちょっと仰向けになっていただきましょうが、はい、この状態だとまあちょうど目の上にバーが来ているぐらいですよね、角度として。このような位置で行いますと、最初バーを持って外すときとてもきついです。やってみましょうか、はい、まずバーを持ちますけど、このように肩と腕の位置がすごく斜めになってます。バーをとても外しにくいんですね。重たいですね、はいはい、最初とても外すのが大変になってしまいます。じゃあ逆に今度もっとこっちに行ってみましょうか、はい、だいたい鎖骨の真上ぐらい、はい、じゃあ鎖骨の真上ぐらいで外して、はい、でちょっとベンチプレスやりますと、このように楽にぶつかってたんですね。最初の 2,3 回はぶつからなくても、何回かやってるとガチンって楽にぶつかってしまって最後までできないことがあります。はい、ありがとうございます、はい、じゃあどれぐらいの位置に寝るのが一番いいかと言いますと、口の真上ぐらいにバーが来るようにしてください。この辺だとまずラックにぶつかることもないですし、最初外しやすいです。じゃあちょっとこの位置から、はい、外してみましょう。こうしますとちょっと外すことができますし、やっていてもまずこのようにラックにぶつかることがないということです。はい、じゃあ一回ラックに戻していただいて、はい、じゃあまず寝る位置はだいたい口の真上、はい、口の真上にバーが来るようにします。でその次バーを持つわけですけれども、どれぐらいの手幅で持つのかなんですが、基本的に身長ですとか手の長さなどで変わってきます。普通の身長、まあ日本人の平均身長170ぐらいですけれども、普通の身長の方でしたら、ここにですね、あのバーの81センチラインというものがあるんですけれども、この81センチラインに小指が来るぐらいで握ってみてください、はい、じゃあこれでですね、はい、1回バーを外して胸の上にちょっと下ろしてみましょう、はい、この胸の上に降りた時、この手幅だとちょうど前腕が地面と垂直ぐらいになってます。肘と手首がちょうど垂直になっている感じですね。この状態だと無理なく力を伝えることができます。じゃあ一回上げて戻しましょうか。結構目いっぱい広く持つ人がいます。このラインに人差し指ぐらいでちょっと持ってみましょうか。このようにワイドに持つ人も結構います。じゃあこれでちょっと下まで下ろしてみましょう、はい、このようにするとですね、ちょっと肘より手首の方が外側に来る感じになります。このようにワイドに持った方が上げる距離が短くなります。上げる距離短くなるので重い重量を扱いやすいわけなんですけれども、このようにワイドに持ちますと肩がとても強くストレッチされます。ワイドに持つとそれだけ肘が落ちて肩の前がとてもストレッチされるんですね。じゃあ1回戻しましょう、はい、ワイドに持ちますと肩がオーバーストレッチになる可能性があります。もちろん身長が高い人、手が長い人などはここに人差し指が来る幅で持ってもいいんですけれども、普通の身長の人は小指ぐらいで持つようにしてください。逆に狭く持ちすぎると今度は大胸筋があまりストレッチしない、腕の上腕三頭筋で上げてしまうということになってしまいますので、一般的な身長の方は小指か、まあ、せいぜい薬指ぐらいで持つようにするようにしてください。正しいフォームでいってみましょうか、はい、小指で口の真上にバーが来るようにしていきます、はいはい、じゃあ1回上げて
そして次、バーをどこに下ろすかなんですけれども、基本的にはですね、この胸のところ、胸の一番下にここにちょっと骨が出っ張ってるところがあると思います。胸と溝落ちの間のあたりにこう出っ張ってる骨、肩上突起という名前の骨なんですけれども、ここに向けてバーを下ろすようにしていきましょう。はい、じゃあ2、3回いきます。はい、このあたりに下ろすと肩への強い負荷もなく大胸筋をうまく鍛えることができます。ただ初心者の方、やってしまいがちなのがもっと上の方に下ろしてしまうんですね。バーが鎖骨のあたりに来てしまったりします。このように胸の上の方、鎖骨の方に下ろしてしまいますと大胸筋よりも肩の方に効いてしまいます。そして肩を痛みやすいということもあります。ですので思ったよりも下に下ろす感じですね。肩上突起に向けて下ろすようにしていきます。そして普通に下ろすと結構上の方に下ろしてしまうんですけれども、肩上突起に向けて下ろしますと、下の方に下ろしますと上げるときに斜め上に上げてしまうことがあります。こういう感じですね。下ろすときは肩上突起でも、上げたときは鎖骨の上に来るような、そういう斜め上の軌道になってしまったりします。これはですね、ベンチプレッサーですとかパワーリフターとか、ベンチプレスの記録を伸ばしたい人には一つの方法でもあるんですけれども、大胸筋を特に鍛えたい、そして初心者の方の場合は肩上突起から垂直に上げるように気をつけてください。ですので頭の方に上げるというよりは、むしろバーを足の方に向けて上げるぐらいの気持ちです。はい、ありがとうございます。はい、バランスジム、ただいまキャンペーンを行っております。6月中に入会していただきますと、普段は入会費5500円なんですけれども、こちらの5500円無料となります。さらにこちらのセットの中から1つ無料で入会時にお渡しいたします。こちらバルクスジム、私が監修しまして、初心者から上級者までしっかりとトレーニングを行うことができる、しかも駅近のジムとなっております。そして竹下隆平さんのようにですね、ベテランのパーソナルトレーナーもついておりますので、こちらのパーソナルトレーニングも受けることができます。夏までに痩せたい方、バルクアップしたい方、バルクスジムでトレーニングをしてみてください。まずフォームについて紹介していきました。最初に寝る位置、手の幅、バーを下ろす位置、バーの軌道、このあたりをですね、ちゃんとしていただければ、あんまり怪我をするようなこともなく大胸筋にしっかりと負荷を与えることができます。じゃあ正しいフォームでできたとしまして、どのように重量を設定していくか、初心者の方にとても多いのが1回ギリギリ上がる重量に挑戦してしまう。これが一番いけないです。なぜ1回だけというのがダメなのかと言いますと、まずフォームがとても崩れやすいということ、そして1回だけ上げたとしても神経系の反発にはなるんですけれども、筋肉への刺激ってあんまり得られません。筋肉にちゃんと刺激を与えるためには、筋肉が緊張している時間がある程度必要になります。1回上げるだけだと筋肉がちゃんと緊張しないんですね。最低でも初心者の方5回はやるようにしてください。ですので5回ギリギリできる重量が最大だと、例えば20回とかできるような重量だと軽すぎます。ですので5回からだいたい10回できる重量、初心者の方はそれを探してやるようにしてみてください。そしてセット数、何セットやるかなんですけれども、初心者の方の場合は3セットあるいは4セットやっておけば十分です。例えば5回を4セットあるいは10回を4セットとかでもいいです。このセットは全部同じ重量で行います。セットごとに重さを重くしたりとか、セットごとに軽くしたりとか、そういうことはやらなくていいですので、全て同じ重さで3セットあるいは4セットやるようにします。その重さで3セットあるいは4セットちゃんとこなせたら、次のトレーニングの時に 2.5 キロプラスして3セットまた4セットを目指していくという感じですね。重量を変えずに3セットあるいは4セット行うということになります。そして最後に大事なのがインターバルです。
初心者の方は例えば1分ぐらいのインターバルでどん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 やってしまうことがあります。これは筋肉への刺激があんまりないので疲れないんですね。疲れないので次のセットに移ることができたりするんですけれども、あんまりインターバルが短すぎても効果がない。ちゃんと筋肉を休めてあげてから次のセットに移ると。中級者上級者になってきたらもう5分ぐらい休んでしまってもいいです。まあ、ベンチプレスターの本当に世界チャンピオンになるような人は10分ぐらい休むような人もいるんですけれども、初心者の方2分ぐらいは休むようにして、まあ、1分ぐらいでポン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 やるような人もいるんですけれども、それだとちゃんと回復しませんので、インターバルの意味というのはしっかりと筋肉を回復させて次のセットに移るということになりますので、最低初心者の人でも2分は休んで次のセットに移るというようにしてみてください。山先生、ちょっと一つだけご質問があるんですけれども、はい、握り方なんですけども、はい、ベンチプレスの際ってサムレスグリップの方がいいのか、はい、サムアランドグリップ、こちらどちらが有効なんですか？サムレスグリップとサムアランドグリップという言葉が出ましたけれども、はい、このサムっていうのは親指ですね。サムレスっていうのは親指がない、このようにしてバーを握るやり方です。でサムアラウンドというのは親指を巻きつけて持つ、まあ、普通の持ち方ですね。オーバーグリップとも言うんですけれども、慣れてくるとこのサムレスグリップでやりますと腕をこのように内側にひねりやすいです。そうすると肘を閉じて腕の力を使いやすい、あとバーを下の方に下ろしやすい。サムアラウンドだと腕がこのように内側になってちょっと上の方に下ろしやすい、腕の力より大胸筋の力を使いやすいということがあります。ただ初心者の方場合サムレスだとバーを落としてしまうことがとても多いので、初心者の方はサムアラウンド、オーバーグリップで行うようにしてください。ありがとうございます。はい、今回はベンチプレスの NG コードについて紹介しました。フォームですとかセットの組み方、インターバルなどについて紹介しましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。そして今回はベンチプレス中心で紹介しましたけれども、次の動画では大胸筋のいろいろな部位を鍛えられる種目を紹介していきますので、そちらの方もぜひ参考にしていただければと思います。今回の動画面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。皆様からいただいたご質問にお答えしていきたいと思います。トレ中はポカリ粉末タイプを飲んでいます。トレ後はそのポカリにグルタミンを混ぜて飲み干すんですが、ここにクレアチンを混ぜても大丈夫ですか？実はクレアチン結構吸収するのに時間がかかります。できればトレーニング中のポカリにクレアチンを入れる。クレアチンもですね、あんまり溶けがいいというわけではないです。残ったドリンクにクレアチンを入れても溶けきらないということがあります。トレーニング中のドリンク多めの液体にクレアチンを入れた方がクレアチンしっかり溶けますので、トレーニング後に一緒に混ぜるのではなくて、トレーニング中のドリンクにクレアチンとポカリを入れて飲むというようにした方が吸収が良くなります。